どうもこんにちは、ミカスです。今日はですね、ちょっとまた動画編集ソフトを紹介しようと思うんですけど、あの、前に紹介した動画編集ソフト、使いにくいってことはなかったんですけど、やっぱりちょっと見づらい部分があって、とっつきにくさがあったんですよ。で、今日紹介する動画編集ソフトは、ちょっとね、Mac っぽい。それで言いながら、Adobe っぽい。そういう動画編集ソフトで、結構ライトな使い方をするっていう方から、 まあ、使い方によってはね、その、立派な数万円もしたり、毎月お金を払わなきゃならないような動画編集ソフトと同じような動画が作れる、かつわかりやすいっていうアプリをね、今日はね、紹介してみようと思うんですよ。ちょっとじゃあね、えー、新しいムービーを作成っていうのでやってみましょうか。えー、もうね、見た感じが、まあ見た感じは、うん、やっぱり、ファイナルカットと、 プレミアプロを足して2で割ったみたいななんかそういう感じなんですけどまああの映像を置いとくところそれからプレビューの画面それからタイムラインっていうまあ3つの画面が出てるわけなんですけどじゃあちょっとね映像をぶち込んでやってみようと思うんですけど、えー、今読み込んでますねはい出たこの間ちょっとテレビの撮影で、えー、暴走に行ってきたんですよでその時のまあ自分で撮った映像の素材がね、えー、まあ今3つほど 入れたんですけどちょっとこれを使ってやっていこうと思いますまず、えー、使いたい素材をドラッグしてタイムライン上に持ってくるはいで、えー、まあ他にもね使いたいのがあればどん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 こうまあ並べていっちゃうわけですよはいで、えー、まあ今素材が3つ並んで まあこのまま書き出せば一本につながるわけなんですけど、でもいらないシーンっていうのが必ずあるわけですよね。で、こっからカット編集で、まあ、いらないところを取り,取り除いていくといった感じになるんですけど、まずその前にやりたいのが、えー、これ、えー、GoPro で撮った映像なんですけど、GoPro の, Go のまあ色設定、録画するときの色設定をフラット。 要するに後から色がいじれる状態で撮影してあるんですよ。で、この編集ソフトが大したもんだなと思うのが、色の調整がね、すぐできるんですよね。まあ、こういうふうに、サイドを上げてあげたり、GoPro ちょっとコントラスト低めなんで、コントラストをちょっとこう上げてあげると。まあ、そういう調整が非常に簡単にできるわけですね。で、もちろん音声とかもね、いじれるわけなんですけど、まあ、ボリュームだったりとか。 えー、フェードインフェードアウトもあるんですけどちょっとマニアックな話なんですけどルルッックアップテーブっってていううのも選べるようになってます、まあ、この辺はちょっとねカラーグレーディングっていうところの話になってくるんでまあ基本的には使わないんですけどまあそれなりに高度な編集もできるようになっているとこれは大したもんですねお手軽編集ソフトのようでできることが結構あるっていうねさてでは、えー、この素材 データの中からいらないいな部分をまあ、カットしてあげるわけですね、まあ、これ動画編集の基本なんじゃないかと、まあ、思うんですけど、えー、例えばちょっと今他の人が映っちゃってるところをカットしたいでこのここにこうツールがまあ並んでるわけなんでこのハサミを選んであげるわけですねそうするとこのようにバツッと切れますでまた必要な部分を選んでここから先いらないという時はここでこうカットしてあげると。 であとはいりませんよってこうデリートしてあげればいいわけですね。もちろんあのクロップだったりズームというかなもうできるんですけど、まあ、例えばこのシーンはここだけアップで使いたいっていう時はこういうふうにね選んであげるとほらアップになった。まあ、こんなようにですね結構直感的な操作ができる。まあ、この辺がね 非常にアップルっドビと,とかだとねなかなかこう簡単にはいかなくてもうちょっと数字で見たりややこしい部分があるんですけど、まあ、こんなようにね非常に操作は簡単であるとでさらに、えーまあ、モザイクを入れるなんていうこともできたりするんですよね <laughs> ち,ょ<っ> <laughs> ちょっと自分の顔にモザイク入れてみましょうかこんな感じかなはい OK <laughs> まあこういうこともできると、まあ、もちろんアフレコができたりもするんですけどまあまあそういうようにうーん結構ね細かく細かく調整できるしでさっきの色の話ちょっとしたんですけどあの実はねものすごく細かくできるんですよ、まあ、もちろんプリセットであらかじめこうね色合いがある登録されているんですけど えー、調整っていうところを選ぶとちゃんとヒストグラムがグラフが出てきてすごく細かく調整できるようになってます。ここれははね素晴らしいいいととだと思います、はい、で、えー、今度はこの素材データが並んでる左の方を見るとこういうふうにね、まあ、音楽、まあ、曲を入れたりとか、まあ、字幕を入れたりとかっていうのが並んでるんですけど。 まあ自分みたいにその YouTube やってる人であれば曲を入れたりね字幕を入れたりっていうのも必ず必要になってくる作業なんですけど例えば旅行のビデオとかっていう場合でもやっぱり音楽入れたかったりいついつのねどこどこに行きましたっていう字幕を入れたかったりすると思うんですよでそういうことがかなりあらかじめ入ってるで、まあ、今こうすごいいっぱい並んでるんですけどこれも まあ、有料オプションなんですけど、後から足していくこともできるんですよね。で、意外といろんなものが入ってて、例えば、えー、こういうもの。これをね、こう足してあげるわけですよ。まあ、こういうふうに、タイトル画面をつけたりだとか、もしくは、今ちょっと素材を一番上に並べたんですけど、まあ、こういうふうに重ねることもできると。で、えー、 もちろんあのー、今のテンプレートなんでここの文字をね自分の好きなように変えてあげるということもできるんで例えばここの文字を動かしたりももちろんできるんですけど、えー、ここをね「こんにちは」ね「<laughs> こんにちは」こう変えてみたりだとかねすることもできると。で えもちろんトラシジョンもついててえ例えばねこれにしてみようかこれをねこういうところにこう入れるわけですよそうするとこんな風にまあ映像の場面の切り替えの時にねどういう風に切り替わるかっていうのもこれも山ほどあるとでこれもやっぱりオプションで追加していくこともできるんですけどまあそんなに使わないかなまあでもいろいろね場面の切り替え凝り出すとね面白いのがあるんで あんま使いすぎるとねごちゃごちゃした映像になっちゃうんですけどこう全く違う場面に切り替わる時とかね使ってあげると効果的だったりもしますねはいまあその他にフィルター色を変えたりねモザイクを全体的にかけたりとかあとフレームねあのー、映像の周りにこうフレームをつけてあげるとかそういったこともできるし面白いのがねこのねスタンプというのかなステッカーというのかな こういうのもでできるんですよねこういうのいいですよね。<laughs> はい、といった感じで、あのー、できることがね非常に多いというかねもう普通にかなりかなり高度な編集ソフトとして機能するなんですけど簡単にやろうと思えばもう並べて切って繋いで書き出すだけとても簡単です。 で、書き出しの時も、いろんなね、あのー、形式も選べるんで、まあ、設定を押してあげれば、あのー、コーデックをどうするだとか、解像度どうするだとか、まあ、これね、しかもね、あ、4K も対応してますね。まあ、フレームレートも変えれるし、ビットレートも変えれるようになってますね。あ、すごいな。5.1ちゃんまで対応してんだ。なるほどね。と、まあ、こんな感じで、うん。 まあ、あのー、やろうと思えばかなり本格的なことができてで簡単に済ませようと思えば簡単にも済ませられるとだからね動画編集ソフトを何使おううかってすすごい悩むとところだと思うんですよ一番いいのは最初からね、あのー、例えば Mac だったらファイナルカットプロとかちょっと高いんですけど最初からそういうのを使うのが一番いいと思うんですけどでもそんなの必要はねえよっていう人がすごく多いんでそういう人にはね かなりいいんじゃないかなと思いますね、まあ、何しろ使いやすくてできることの多いそういったね、えー、動画編集ソフトでした以上ですじゃあい,いねさあいかがだったでしょうかもしよかったらねこっちの方登録お願いしますじゃあい,いね